今日は納豆とキュウリのみじん切り、プチトマトのみじん切りのトッピングご飯です。それでは混ぜて食べやすくしてから食べようと思います。お願いします。混ぜて食べやすくしました。それではりんちゃんかいちゃん食べたいと思います。上いっと、いいよ。美味しかったね。お疲れ様でした。